明星 CD 版ガロー伝説2ガロー伝説スペシャルは使い回しなのか、明星 CD 版のガロー2スペシャルを比べて違いを見ていきましょう。それでは動画スタート。まずはオープニングから見ていきましょう。両方ともね、オープニング勝手に流れずにデモからスタートでございます。はい、ガロー伝説2100メガショック。はい、まあオープニングは違いますよね、両方当たり前のように。ガロー伝説新たなる戦い。はい、次行きましょう。それではね、キャラのステージとね、キャラの比較いきましょう。ステージの BGM と作りもよく見てください、まあ、キャラ選択画面ね、2人とも違いますよね。はい、スタート。はい、ここまで一緒。まずはガロー2。はい、スペシャル一緒か。はい、同時比較。はい、どうでした、コメントよろしくお願いします、違いがあれば。さあ、それではね、次行きましょう。次はビッグベアステージ。さあ、何か違いがあるのか。はい、とりあえず文字が違う。他に、あ、羊が違う。まずはガロツー。あ、でも後ろの人も違いますね。それでは次行きましょう。次はキムカファンでございます。ハリー vs キム。さあ、行きましょう。何か違いあるのか。ガロー2から。はい、スペシャル。はい、同時比較。あ、後ろの親子の立ち方が違う。立ち方違う。アベッコは一緒っぽいな。親子の立ち方違ったよ。ということで次行きましょう。アンディステージスペシャルの方はね、一番最初なかったかったってあれがないです。さあ、行きましょう。さあ、違いはあるのか見てください。まずはガロー2。はい、同時比較。
るあのひよこが出るんですよね。あそこ。おっさんとひよこの違い。ということで次行きましょう。人心山ステージは何か違いがあるのかな？さあ行きましょう。まずは船が違う。ガローレーセン2そうバックね、こうちょっとずつ動いてるあの船。はい、スペシャル。船もスペシャルになっています。はい、同時比較。はい、勝利でございます。はい、知らぬいマイステージいきましょう。マイダリー vs マイ。さあ違いはあるのか、いきましょう。もういきなりあのワーキのやつが後ろ通りましたね。はい、スペシャルでございます。はい、同時比較。はい、勝利でございます。それでは次のキャラいきましょう。城東、さあどう違うのか見ていきましょう。ダリー vs ジョー。はい、違いがあるのか。あ、後ろのおばちゃんの色が違うね。とりあえずはい、スペシャルでございます。はい、同時比較。はい、勝利。さあ勝ちました。結構細々したとこは違うんですね。で10名ステージ見ていきましょう。10名ステージは何が違う。あ、屏風の絵が違う。 BGM はどうでしょう。ガロデセツ2。はい、ガローデンセツスペシャル。はい、どうしたの。はい、勝利。はい、ビリーカン33投資ね、3投資入りました。ビリーカン行きましょう。かっこいい。さあ行きましょう。まずはブレあガロー2ブレセ2って言いそうなの。
はい、ガロー伝説スペシャル。はい、同時比較でございます。はい、勝利。はい、アクセルホーク見ていきましょう。アクセルホークステージはダリー vs アクセル。あ、ビル違う。はい、まずはアクセルホークステージガロー2。やられた、つえ。もう一気に持っていかれるんですよね。はい、ガロー伝説スペシャル。はい、同時比較。はい、勝利でございます。ヤンケイの色が違うんですね。はい、ローレズブラッド。さあ、牛さんがどう変わってるのか気になりますね。ダリー vs ローラン。あ、牛の数が、いや、一緒か。はい、スペシャル。はい、ガロー中と同時比較。はい、勝利でございます。はい、そしてラスボスいきましょう。クラウザー戦ね。さあ、どうなってるのか見ていきましょう。ちょっとあのガロー2の方が長いんですよね。投げ。はい、とりあえずクラウザーステージ見ていきましょう。一番やっぱりね、気になるのはね、 BGM ですよね。はい、まずはガルデセ2。はい、スペシャル。はい、同時比較。はい、勝利でございます。倒れるタイミングちげえな。ということで、今回はネオジオ CD のガロー伝説2とガロー伝説スペシャルを比較しました。ちょっとね、ガロー伝説2に付け足したような感じ、そんな雰囲気でした。BGM の方は一緒なのかな？私的には一緒に聞こえちゃいました。ということでね、何かお気づきの点があればコメントよろしくお願いします。皆様最後までご視聴ありがとうございました。
それではね、また別の動画もいろいろ作っているので、そちらもよろしくお願いします。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。皆様、もう少しエンディングお楽しみください。それではバイチャー。